マコさん、大正12年の関東大震災の混乱の中で無政府主義者大杉栄とともに虐殺されたその妻の伊藤野枝さんの忘れ形見のマコさんですね。お母さんが殺された時マコさんは7つでしたね。覚えていることを話してください。7つならいろんなことを覚えているはずです。殺される日の朝、出かけるときお母さんは何ておっしゃいましたか？お母さんを美しいと思いましたか？お母さんを愛していますか？お母さんを愛していますか？長い間の念願でした。あなたにお会いしたらこのことを聞こうと。東京を立つとき私は口の中で繰り返しました。野枝さんに嫉妬していたのでありませんか？あなた自身女として。ある日突然あなたの前から両親がすっと消えてしまった日から嫉妬し始めたのでしたね。嫉妬。28年の短い生涯のうちに3度結婚し、その3度目は詩人辻潤の恋妻であり、2人の子供までありながら大杉栄のもとに走り、ために大正5年には大杉の恋人正岡いつ子が彼を刺すという日陰の茶屋事件を引き起こさせた本人であり、平川愛長が主催した政党の運動に一番年若い同人として加わり、最後はその政党の幕を一人で閉じた話題の人であり、その死までの同じ10年間に7人の子供を産んだ母親でもあった。およそ平凡な女ならその何人分もの生命をあっという間に生き抜いた女、伊藤野枝。それがあなたのお母さんでしたね。ありがとう。質問は終わりです。もう一度お名前を。真子さん。英子です。英子は私です。速田英子、20歳、学生です。では B 子です。では B 子さん、最後に何か一言。全部私には関係ないことです。母のことをおっしゃってるんでしたら、母はいません。母の母のことをおっしゃってるんでしたら、母の母はいません。母の母の母のことをおっしゃってるんでしたら、それは、あなた。Thank you.
ジュネバの飛行場でアラブの秘密ゲリラ、イスラエルの航空機を爆破。ゲリラは駆けつけた警官隊と交戦。パリ会談依然進展せず。アポロ9号の月間飛行は失敗。いや、成功。僕はあの瞬間を忘れることはできないな。どの瞬間だね。あの瞬間さ。あの瞬間？天井から糸を引いて雲が降りてくるんだ。宙に吊られたままゆらゆら揺れている。そいつに火をつけた。そしたら奴は言いやがった。僕は燃えつつ落ちて死んでいく。何が燃えるって？僕さ。キチン！キチン！盗賊の神田田は雲を助けた。僕は焼いた。虚しさでいっぱいの時を埋めようとして。そいつは言い訳だ。虚しい？よろしい。なら君は君のジョージの死体をくまなく思い起こせ。そのイメージは錯覚たる君の心を隠すには手頃の包帯だ。これがこの間まで僕らのスローガンだった。今はあの瞬間から僕の背中にはこう書いてあるんだ。シャクソンよ、私をして地獄に落としたまえ。私は神田田のようには雲を助けませんでした。くだらぬおしゃべりはやめるんだ。おしゃべりはくだらないさ。僕は何も言ってないんだから。何を見てんのかね。足を。足に生えた毛を。毛がどうしたのかね。死んでも生え続けるでしょうか。これからどうするんだね。帰って眠るだけです。ぐっすり眠りたい。これから、つまり将来のことを聞いたのだ。どんな計画があるのか。彼女と結婚します。約束でもしたのか。彼女はうんと言ったのか。今決心したんです。君は学生だった、うん、いつ卒業する？何をやるつもりなんだね。多分1年9ヶ月後に。そうか、将来が不安なんだろう。言ってることがよく分かりませんね。君は将来が不安なんだ。別にやりたいことがないんですからね。
が無政府主義者、大杉栄のお骨を奪い取れ。それは殺されたアナキストのものだ。葬式をさせてはならん。渡すな。大杉の骨を官権の手に渡すな。我らの手で手厚く葬るのだ。奪われてはならん。不義不忠の輩だ。大杉の死を闇に葬れ。私は24時間以内に確実に死ぬことに決めたの。めぐみ。めぐみ、おめぐみ、めぐむ、めぐまざれば、めぐむ、めぐむ、慈悲、恩寵。何？なぜご返事をくださらなかったんです。私物好きで書いたんではありませんでした。渡良瀬川流域のいくつもの村が足尾銅山の鉱毒のために廃村になったのは今からも30年も昔、まだ私の生まれる前のことです。田中正造先生が議会で演説をなさって国を挙げて農騒ぎをした時からもう十何年も経ってて、私みんな片付いたと思ってたんです。その廃墟のような沼地に今も頑張ってる村民がいた。それを今になって国が強制立ち退きをさせて貯水池にする。世間の目が忘れたら不義の子は締め殺して水の底に沈めてしまう。それと同じやり方なのに。それなのに誰ももう顧みようとはしないこと。どの新聞も一行とは書こうともしないこと。それを知ったとき、私、いきなり頬を打たれたように感じました。恥ずかしかったんです。自分の無知が。
世の中のことを知らない私が。ですから大杉さんならどうしたらいいかお教えいただける、そう思ってお手紙差し上げました。桜が咲いている、あの日も桜が咲いていた。あなたはこんな田舎での若い娘の幼い子供じみた正義感をセンチメンタルな一時的な興奮だろうって思ってらっしゃるんでしょ。辻君がそう言いましたか。辻君ならそう言うだろうな。そんなことを考えるぐらいならもっと自分のことを考えろと。お金持ちの上流家庭のお嬢さんたちが集まって暇つぶしに始めた政党の新しき女、その中の一人がたまたま聞いた谷中村の悲劇に感動して熱に浮かれたようにたわごとを言っている、そう思いなんですね。そんな新しい女に何ができるかって。でも私は何もできないのは僕だって同じだ。ご覧なさい後ろ。1日24時間税金で賄った監視付きだ。一回の無政府主義者というだけで手もなければ羽ももがれたアヒルと同じだ。アヒル？ただガーガー言ってるだけです。そんな言い方なさるなんて私の知ってる大杉さんらしくないわ。今のところ大杉の正味はそんなところです。アヒルです。アヒルはアヒルなりに返事は書いたが出さなかった。まるでその書きっぷりが長ったらしくてラブレターのようになってしまったからです。桜が瞳の中に映って散ったわ。桜綺麗に咲いてるわ。私の生まれた福岡県の今宿では東京より一週間も早く咲くわ。春三月、くびり残され花に舞う。あの日も桜が咲いていた。牢屋から出た時、秋水たち同士はいなかった。殺されていた。花に舞う、花に。あの時も桜が満開だった。あれは私の桜。指一本触れさせずに結婚式の夜飛び出してきたんです。だって古いしきたりや嫁の座に縛られるなんて我慢できなかったからです。かくて旧帳懐に入れた辻君は小妻としてこれを育てたが、
この鳥は辻君をも食い尽くしてさらに羽ばたこうとしている次第。からかわれるのも買いかぶられるのも嫌いです。率直極まる感想だ。いいえ、古い飲酒にがんじがらめの家を捨てて飛び出してきたはずの私だったのに、気がついたら私、その同じ家の中にまたいる自分を見出しました。辻の家に帝劇で大当たりを取ってる野良の家出をやらかすつもりかな。からかわれるのは嫌いだって申し上げたでしょ。問題は家を出ることじゃない、家を出て何をやるかだ。そんなこと出てみなければ分かりません。出る前に分かるはずないでしょ。野江さん、本気です。もう半年も前からそのことを考え続けてきました。言ってることの意味が分かってるんですか。大杉さんは日頃の大言壮語にも似ず、意気地なし。私、妊娠してるんです。それは初めて大杉さんにお会いした時のこと。もう産んでしまいました。リュウジって名前をつけました。辻リュウジ。いい名前でしょ。でも妊娠してるのは本当です。それはなんだかわかりません。いろんなものです。新しいものです。女ってそういうふうにしか物事や知識を自分のものにできないんです。そういうふうにしか行動していけないんです。わかるような気がします。でもどうなさるおつもりかしら。大杉さんには堀安子さんという奥様がいて、正岡逸子さんという立派な丈夫までいらっしゃる。その上私まで。なぜもすの？落ち着くんだよ。燃やして。燃やしてるよ。違うわよ、もっと別の何か。本で読んだわ。潜在意識の中に君自身の気づかない障害があるの。幼児期に受けたショックかもしれない。強迫観念ね。それが君を変質的に火遊びに駆り立てる。大人である現実からの逃避。精神分析はくだらない。医者がノーマルであるという保証は常にない。精神医が正気でなければそれは成り立たない。私に火つけられる？私を燃すの？私。どこへ？めぐみのアパート。死ぬんだって。誰が？めぐみ。勝手に死なしてやればいい。そうね。でもそうもいかないわね。好きにしろよ。
休もう。失礼ですけど、側対英子さんじゃありませんか。そうよ、ようなら早く行って。側対英子、学生、21歳、東京デザイン女子大学、専攻は情報美学、本籍は岐阜県、現住所は要件を早く。2月28日午後7時、あなたはスナックバーフェアモントで彼に会いましたね。ええ、会いました。いつも会ってます。だって東京には彼は530万人もいるのよ。レッツゴー、スタンバイ。ウェルムスタート、アクション。そうです。カッ、待ちも。9歳以下の幼児を除いても420万人は男だ。彼らは慢性的欲求不満にあえいでいる。一体何を知りたいの。新聞記者、保険会社の調査員。笑っちゃいけない、君たちは美しいモデルな人間ではない。絶対に。フィルムスタート、アクション。刑事です。あなたに売春容疑がかかっています。無表情、それは最高の演技なんだ。また出かけるのか。今日は政党の公領日なのよ。愛長さんから私が引き継いだ時、世間では二号とは持つまいと言ったわ。でも四冊目が直出来上がるのよ。四冊になりますか。手伝ってくださるって言ったのに何もしてくれないのね。君一人の雑誌だ、好きにやったらいい。あなたのお力を借りたい時だってあるわ。君にやるものはもう全部やった。私から遠くへ遠くへ行こうとしてるように聞こえるわ。そうだよ、君は目の前に現れたものを何でも噛み砕き消化してしまう。僕はそういうものからできるだけ遠ざかりたいだけだ。私に勉強しろ、自分を育てなさいって言ったのあなただったのに。そう、確かに君は育った。二十歳の政党の編集長であり、婦人解放を説く美声のいい論客であり、同時にこのぐうたらな追従の妻であり、誠君と隆二の母親だ。何をおっしゃりたいんです。君は口を開けば婦人解放という。なるほど、婦人の地位は向上されなければならん。だがこれは自分を含めて最近はつくづく思ってるんだけれど、我々が作り出してきたものは言葉だけだったんじゃないかとね。婦人解放、近代、自我、これは一体何だろう。婦人解放を叫ぶ君は誠君の育児一つ、家計のやりくり一つできず、いや、皮肉で言ってるのではない、君の行動力を僕は尊敬してる。それはノエのいいところだ。ご一心文明開化。なるほど、電車走るようになった。浅草に12回は立ち、議会も開設された。だが僕はこの尺八を吹いていても一向に慰められない。自己放棄の中に自由を求めてはいけない。本当の自分を知れ、そうすれば自我は全能だって、スチルネルの言葉を教えてくださったのあなたでした。
だから勤めもやめた。読書三昧と昼寝。好きな時に好きなことしかしない。自我に徹した。でも僕にはそのずっと先は見えてしまうような気がするんだ。あなたは遠くを見すぎるんです。なぜもっと近くを見ようとなさらないんです。谷中村の百姓は明日にでも水の中で凍え死んでしまうかもしれないのに、あなた見ようともなさらない。そう、遠くも見えすぎるというのは時に不幸なことかもしれん。婦人解放といい、近代化といい、それはいつか達せられるだろう。50年後か70年後かそれは知らない。大正も5年経った今、汽車は九州までも走るようになった。しかし自我を内側からうつろなものに変えていく、あの強烈な攻防は一体どこから来るんだろう。いつか婦人解放が達せられる時代が来たら、その時代に見合うようにこの自我のうつろさも大きくなっている。そんな気がする。私、あなたを愛しています。とってもよ。しかし君にはもはや僕は必要な人間ではない。いいえ、必要です。人間は生まれつき自由なんだ。生来自由なのに、だからか人間は自由が怖い、恐れる。だから縛られたがる。そして自己を殺してしまう。愛、その愛すらも僕たちの間では自由を殺してしまうものだって。君は知ってるんだ。君は羽ばたき続ける鳥のような女だ。自由に。僕はたとえこの家にいてくれと頼んでも、そうしていられる女ではあるまい。僕は風に逆らわない。君は風が吹いてくれば逆らって住みたくなる人だ。行ってまいります。谷中村の百姓のことなど放っとけばいいんだと僕は言ったとき、君は不満そうな顔をした。だが見捨てられて30年、貯水池の冷たい水の中に取り残されて土にへばりついている百姓の意地、それを支えている心の何か、そこにこの私の虚しさを超える何かがあるのかもしれない。ふとそんな気がした。だからそう言った。わかりません。わからない。僕にも分かりません。だから僕はそこまで歩いていこうと思ってるんです。誠君が泣いている。見てやってください。君は階段を上った。1階から2階、2階から3階、3階からさらに4階へ。君は閉ざされた部屋に入った。ええ、密室に入ったわ。君は洋服を脱いだ。私は服を脱いだわ。なぜ脱ぐの？お客が喜ぶからだ。喜ばなければ金にはならない。君は裸になった。裸になったわ私。君は言った。私は言ったわ。早く読んだ。何て言ったの？そんなこと死ぬもんか。君が言ったんだ。早く言いたまえ。
なんて言ったんだ。わかんないわ。自分の言ったことではないか。こんにちは、1970年のこんにちは。違うな。こんにちは男、こんにちは彼、こんにちはお客さん。まあいいだろう。それからどうしたの。君は商品を見せた。見せたわ。これが2月28日午後7時20分に起こった事件だ。それが私の2月28日の夜起こした事件ね。えなぜ日付がいるの。それだけじゃ事件とは呼べないわ。男は殺されたの。余計なことを言うな。テープは回ってるんだ。証拠物件になる。君は寝た。私は寝たわ。男と、つまり彼と。ホテルの部屋を出るとき君は金を受け取った。いくらだ。退屈しちゃった、こんな遊び。続けるなら男が殺されたことにしない。花瓶で頭を割るの。金額をどうぞ。テープはまだ20フィート残っている。ハサミで頸動脈を切るの。金額を。300円。真面目に答えてくれ。5000円って言おうとしたの。そしたらどもっちゃって、どもると家業の発音ができなくなるのよ。が、ぎ、ぐ、げ、ごだから300円って言っちゃった。それでいいかな。3000円。安いな。男は殺されたの。生きています。男は罪にならない。売春行為は我が国の法律では買った方は犯罪を構成しない。これは不公正の阻止量を免れない。しかし我々は犯罪とその要因、その組織を摘発しなければならん。悪を撲滅するためです。ご協力を感謝します。もう一度お名前を。即対 A 子。 A は ABC の A、 A 級の A、 A 級の A、 A 遠の A、 A 号の A、 A 民の A、 つまり何でもいいんだわ。その女が私であっても私でなくても私にとってはどうでもいいのよ。どうでもいいってことは私にとっては私はないってことよ。分かって。その女が私でない他人なら、私にとっては他者ということだけど、私には私がないの。つまり事故なんてないのよ。もともと事故などありえないものなのよ。事故がないのに他者なんてあるわけないでしょ。自分があって初めて他人の存在があるんですもの。事故と他者の区別がなくなってしまえば、その女が私であるのか別の誰かであるのか誰にも分かりっこないわ。探すのは無駄なことよ。そんな女なんかもともとどこにもいなかったのよ。結構です。もしホテルの一枚のドアの内と外で君が誰かと入れ替わったんなら、その人物の名前を教えてください。そうね、入れ替わったのかもしれない。両方とも同じ私だとしても。売春組織が極めて普通に使う手段です。錠玉を見せてガサネタを売る。帰って結構です。私服隠忍です。そう、猫かぶりも時には必要。運動はまさに頓挫の季節。進もうにも前の壁は厚すぎる。厚すぎれば今動けというは後退あるのみ。これは性に合わない。だからじっとしている。諸君は何かというにすぐ出撃というが、時節到来を待って猫かぶりを決め込むのも決断力と勇気がいるもの。
そう言っていたずらにダミを貪ってるのは怖いから何もせぬ。卑怯な言い訳、怠惰の一語だ。機械は待つもんじゃなくて作るもんです。と言って今飛び出せば何がある。荒涼とした一望の岩の原野だ、牢獄だ。その果てに待っているのは公主台だ。狙い撃ちされたら犬死にだ。だから待て。待った2年間、しかし何も起こらなかった。何も変わらなかった。待ちくたびれた挙句の野垂れ死にしかできん。そんなのはごめんです。犬死にもいいな、野垂れ死にもいいや。2年前にも同じ言葉を聞いた。何かうまい方法はないものかとそこで思いついたのが、文芸という中立国で一旗あげること、近代思想の発刊だった。あんなものは知識的マスターベーション、知識的死因だ。何も生み出しはしない。飽き飽きした。知識的死因か、うまい。名文句だ。自我の確立、個人の完成、よろしい。僕も賛成だ。だが個人は無双の中でしか世界を支配し、自我を充足できない。自我を押し殺そうとする世の中の壁は厚いから、そこで敵意を抱きつつも反逆を断念、サザエのように自分の殻の中に閉じこもった。こいつは永久に服従の、しかも永久の敗北者、社会からの逃避。こいつは囚人の哲学だ。そうでした。知識的囚人はごめんと称して近代思想を廃刊、実際運動、いや平民新聞の復刊を企てたが、これにはご法度ことのほか厳しく、発売禁止に次ぐ発売禁止で手も足も出せん。さあもうすぐ3月だ、春だ。次は何をやらかすかね。あれだあれ、棍棒か爆裂弾か。だがその道は犬死にと相場が定まっておる。諸君はせっかちに山頂に登りたがる。なるほど、人間は頂上にはよじ登れるが、そこには長く住めんことも知っておかねばならん。酒井さん、初めが猫かぶりの猫で、次が犬死にの犬、今度はやたら山に登りたがる猿だとでも言うんですか。登っちゃ滑り落ちる猿か。うん、似てる。頂上には住めぬことを知らぬ猿。その頂上に達しさえすればいいんです。なんと、頂上に行く自由、こいつを捕まえたい。生の最高の頂上に登り詰めたい。その瞬間僕らは自由の恍惚を手に入れる。そのためのストライキ、経済的のではない。この恍惚を手に入れるための個人的な勇気と熱意に基づいたジェネラルストライキが打てる時こそ、労働者は永遠の奴隷から解放されて歴史と価値の創造者になれる。とてもとても大杉君の言ってることは感覚的文学的すぎてついていけない。君は性の哲学を主張してるらしいが、その性は美ではなくてセックスの性じゃないかと誰かが言っておったが。僕ではないよ。うん、まあそれはともかく、現実には性のためのストライキはおろか、雑誌一つ満足に出せぬのが現実だ。現実は動かしがたい。さればといって腕をこまねいていれば野垂れ死んだ。さあ明日は春3月だ。何をやる。恋か、革命か。何度でもやるさ。平民新聞がダメなら再建近代思想の復刊だ。はっきり対象を労働者に絞って三次化リズム研究会もやる。うん、なるほど。証拠りもなく、あくび噛み殺して寝取るよりマシですよ。失敗は無意に勝る。恋といえばこれ、大杉君、恋女房の、いや創校8年の安子さんの差し入れだ。
もう外は春、すっかり暖かくなったから一重物を持ってきました。そうか、それはありがとう。どう見たって格好の夫婦だ。それがどうだ、今をときめく映画塾再演展示で当日の女流記者となった正岡いつ子女子にうつつを抜かしてる男には見えんが。じゃあ噂真実か。本当ですよ。ついでに言っとくが、僕は野江さんも愛している。なんという始末。運動に行き詰まった。手も足も出ん。挫折だ。だから女に熱を上げる。言い訳にもなるまい。運動も恋愛も僕にとっては同じものだ。区別しない。たった今も僕は安子を心から愛している。だが僕の精神は安子一人には縛られない。愛は常に自由でなければ死んでしまう。これは安子にも伝えてやる。僕の信念だ。私は何も聞いておりません。私は大杉の妻です。たった一人の妻です。ああそりゃそうだ。大杉君がいくらフリーラブの理屈を振り回そうとも、安子さんと一緒になるときには着物に火をつけてまで口説いたそうじゃないか。そうまでしてなった夫婦だもの。そいつは初耳。それも本当だ。あの時も真剣だった。愛と自由を求めた。また留守なのね。間もなく帰るでしょう。近頃の野江さんのすることちっともわからないわ。変わったと思いますか。七つの時から一緒に育ってきたのよ。あの人の家が破産しちゃってから。着るものもお揃いなら食べるものも同じ。双子の兄弟みたいに。どんな時何考えてるのか分かったのに、それがさっぱり。でも性格は反対ね。あの人は18でお兄さんのところへ押しかけ女房。私は二十歳を過ぎるっていうのに嫁ぐ先も決まっていないし。何か。おい、君は僕の元から出ていく。僕は初めからその日を待っていたのに過ぎなかった。今はそう思う。お兄さん。風が出てきたようですね。あの日は野江は桜が咲いていたというが、僕は冷たい風が吹いていたような気がするだけです。
平賀春子です。愛鳥です。はい、私想像してたあなたがあなたとどこが違っていたのか考えてました。それで違ってましたか。いえ、ちっともって言うと嘘になるかしら。でもあなたが、原始女性は太陽である、今女性は月である、他によって生き他の種によって輝く、私どもは隠されたる太陽を今取り戻さねばならぬ、正統創刊号に書かれた主張に心を打たれたのは本当です。で、私のことをどんなふうに想像してらしたの。ちょっと言えませんわつまり女宗師を思い浮かべてた。旅費はつきましたか。はい、ですからこうやって家を飛び出してこられたんですわ。ああ、うっかりして肝心のお礼を言うのを忘れるところでした。働いてきっとお返しします。まあ、面白い方ね。それは返さなくてもいいのよ。はい、じゃあ遠慮なくマサオカイツコさんよ。ノエです。よろしく。お名前は金がね。英学塾始まって以来の秀才なんでしょ。私は今日限り生徒を辞めるのよ。残念だわ。女だけで集まってても限界は超えられませんわ。平気で男の社会の中に飛び込んでいかなくちゃ。女だけ徒党組んでも孤立しちゃうし、かといって男に混じっても差別はなくならないみたい。平等は戦い取るものよ。私、東京に一日で新聞記者やることにしたわ。じゃあ、しっかりね。ごきげんよう、愛鳥さん。私たち、噂してましたのよ。あなたにお手紙いただいたとき。男のようにしっかりした手紙を書く方だって。自分の置かれたキューバをたった18で、これだけ論理的に考え、整理して表現できる女が地方に現れてきた。これで私たちの運動もやっと本物になってきたって。本物って、あの政党の運動は今まで上流階級のお嬢さんたちの遊び事って言われてきたことはご存知でしょ。でも本当はあなたのように家族制度と古い飲酒と貧乏とに縛られた婦人は日本の中にいっぱいいる。彼女たちをその重圧から解き放つこと、それが目的だったの。あなたの戦いはあなたの戦いであって、あなた一人の孤独な戦いではないの。女同士手を結んで私たち頑張りましょうね。私は頑張らなければ仕方がないんです。私は九州の貧しい百姓の家で育てられました。これからどうなさるおつもり。住むところでしたら女学校の時の辻淳先生のお宅に。でも暮らしのことも考えなければいけないでしょ。はい、仕事は用意しておきました。政党の編集部員。まあ、あなたのような方にぜひ一枚加わってもらいたい。それが私の初めからの狙いでしたわ。喜んでやります。明日からここへ通います。あ、これが愛鳥さんが雑誌にお書きになってる窓ね。ちょっと開けていいかしら。風が冷たいわ。一度ここから外が見たいと思ってました。何が見えるのか。変哲もない風景よ。梅に竹、春はボタン、秋の月、雪は冬かしら。
あなたはいつか。え？私たちが丹精して作った果実をもぎ取ってしまうような人ね。ヒエルは何とかならないの？さっきから考えてるんだ。僕は行き先がわからないんだ。なぜ走ってるんだろう。たっぷり2時間は走った。時間って何かな。ねえ、ここは北極なの？ヒーターがかからないのさ。故障してるんだ。文明が寒さを与えてくれた。感謝しよう。分かったぞ。僕は娼婦を乗せている。だから逃走しているんだ。逃走なら素敵だけど、助けに行くだけよ。残念ね。めぐみは死んじゃったかしら。死んだ方にかける。私も。でも何をかけるの？それじゃ賭けにならない。葬式に行くんだったら別に急ぐこともないな。もう我慢できないわ。止めて。妻が薬を飲んだんだ。病院を探している。なぜほっといてやらないんです。いいですか。今度は無理やり飲まされるだけですよ。病院だ。道に迷っているんだ。とても寒い。この道に踏み入る者、すべて後ろに希望を捨つ。飛び降りるならちょうどいい。野江さんとキスをした。野江さんとキスをした。彼女は僕に恋している。それを言いにいらしたの？君は学問も知識もある女だ。分かってるだろ、僕の考え方が。ええ、よく存じておりますわ。君と恋愛を始めるときに言ったはずだ。僕には安子という妻がいる。無学な古い女だが、革命家の妻としては性根は据わっている。苦労もかけてるし、僕は愛してもいる。同じように君も愛している。同じように野江さんも。それはよかったわ。私、あなたのために心から喜んであげてよ。うん、三人ともうまくやっていけると思うよ。三つの条件さえ守ればね。その条件って何？一つ、お互いに経済上独立を保つ。二つ、大杉は誰とも同棲しないで、おのおの別居の生活を送る。三つ、お互いの自由を尊重する。この自由には、無論性の自由も含まれる。僕は大勢友人を持ってるが、甲の友人は乙の友人よりも友情が不足してると文句なんかは言わない。公平平等に友人として付き合ってる。僕らの恋愛も、そういった平等と自由の獲得の上で生きる。なら、私の約束も守っていただきたかったわ。約束？何を？初めて私たち一緒に夜を過ごした日を、
お忘れじゃないはずよ。その時私申したでしょ。私は結婚を認めない女。それは姉たち夫婦と一緒に暮らして姉たちを見ているうちにつくづく悟らされたことだったけど、今の世の中では結婚は女の幸福を保証しはしない。だから私結婚なんかしたくない。結婚を信じないから私今まで安子さんに対して少しも罪の意識も彼女の存在も感じないであなたを愛してこられました。でもその代わり一人の女として人生をそこの底まで極めてみよう。どんなに辛いことがあってもそうしようって決めたって。聞いている。約束とは何のことだ。野江さんは妻安子とは違うと言いたいのか。いいえ、私安子さんの時にも申しました。私たちの関係を誰にも秘密にしてほしいって。それなのにあなたは安子さんに喋ってしまった。いいえ、安子さんだけじゃなくて同志の誰からに隠しておかなければならない理由が僕にはどうしても見つからない。だってその方が誰にも邪魔されないし、こうしていつでも自由に会えるじゃない。自由に、それは口さがない世間の目を逃れてという意味かね。世間の目はやっぱり一夫一夫制にこだわってる同志たちを恐れてるわけじゃないの。でもあの人たちの考えを根元から変えるなんてできないわ。できない以上私たちの愛を守るためにはそうするより。そんなことは気にすることはない。無視する。やがて世間は僕らに従ってくるさ。守ろうなんてしている限り追い打たれるだけだ。男だからそんなこと言えるのよ。私18の時奥さんのある男に恋をした。恋を貫こうとしたけどどうにもならなかったわ。親兄弟だけじゃなく寄ってたかってみんなに引き裂かれてしまったの。だから世間の掟に従う、日陰に隠れる、日陰に自由があると思ってるのかね。分かったら三つの条件を認めればいいんだ。真実自由であるために。でも私は女よ。責任と面倒の生ずることは避けたいって。この前もつまり子供は作るなって言いたいんだね。よかろう。君がそう望むのならそれが君の第二の条件か。三つ目は今日は帰らなくてもいいんでしょ。野江さん、抱いた時全身が喘いでね。その震えが僕にまで伝わってくるんだ。僕も驚いた。あなたは事態をわざと悪い方へ悪い方へ持っていかれる。それを楽しんでるみたい。安子さんのお宅にお帰りになるんでしょう。待って。お金がいるんでしょう。私君のことまだよく知らなかったわね。学生なの？知るもんか。じゃあヤクザ？
僕は君がよその男と寝てるのは見たことがあるけど、君と寝たことはないんだ。心因性不能なのね。違う。だから僕は今君と寝たいという。君はいいわってうなずくだろう。それからホテルに行く。それじゃあ僕はごめんなんだ。君は嫌だって言うんだ。言えよ。今度は私の番。嫌だ。嫌よ。すると僕はいきなり飛びかかって君の溝落ちに一撃を食わせる。うっとくめいて君はかがむだろう。かがむわ。僕は後ろから君を羽交い締めして押し倒そうとする。君は暴れる。いいわ、とても素敵。僕は首を絞めた。絞められたわ。しかし君は最後の力を振り絞って抵抗する。してるわ。君のスカートは私が下にやびいて破かれる。僕は君の中に。君は私の中にいるわ。待て、見えるだろう。人が大勢かけてくる。集まってくる。ほら、事件が起こったんだ。ねえ、何が起こったの？教えて。人殺し？革命？自動車が衝突したの？人が大勢で見えないんだ。もっと前に出よう。あなたが事件の発見者ですね。そうです。とても怖かったわ。その時の模様を話してください。とても大きなクレーンが突然倒れてきたんです。支えていたワイヤーロープが次々と切れてしまって。なぜ切れたんですか？支えのロープっていうのは切れるものなんです。それでどうしました？クレーンはちょうどカゴを吊っていました。ゴンドラです。ゴンドラには何が乗っていましたか？何ってあの発見者とインタビューヤーは交代します。それはゴンドラじゃありません。鉄の箱舟です。何に使うものですか？我々が生き延びるための道具のはずでした。それが落下したんです。毎秒 8.2 キロの加速度、16トンの重量です。で、どうなりましたか？ちょうど下を通りかかったバスの上に落ちたんです。バスは、老人を牛詰めにした養老院のものでした。現場は教官さながら地獄絵図です。血と肉片の海です。ちっぽけな手提げ袋が溝の中に転がっているのが印象的です。これです。見てください。中にお人形が入っています。きっと孫にやるためのものなのでしょう。そのおばあさんには本当に孫がいたんですか？おじいさんだ。勝手にババアだと思うな。どいてくれ。負傷者を救出します。どいて。もっともっともっと。ああ。ここは君の来る世界ではない。We'll be right back.
おっしゃった通りにお客を連れて部屋の前まで案内したわ。彼が中に入るとちゃんと別の娘が待ってるの。それを言うためにわざわざ呼び出そうとしたのかい。そうです。他にあなたに何か話があって。僕に何を信じさせたい。でも本当に仲介したのよ。本当だわ。仲介料なの。受け取ったばかりよ。しまいたまえ。疑ってるもんね。なぜそんなことをする気になった。そんな簡単なことがわからないの。あなたが私を犯人にしてくれたからよ。容疑者にしてくれたからよ。目的をくれたんじゃないの。その場所は、いえ、自分で探して。あなたなかった事件さえちゃんと見つけ出す嗅覚と能力があるんでしょ。お礼にあなたにも目的をあげるってわけよ。さあ。君は自分の人生を不幸だと思って、無目的な人生に耐えられない。だが人生は無目的なのさ。不幸なのだ。確実なのは自分が死ぬということ。それ以外のどんな未来も誰にもわからない。だから想像力のうちに生きようと願う。生きる。しかしそこには苦しみしかない。殺された母は人生は戦いだと教えてくれたわ。戦いよ。生きることはそういうことじゃなくて。殺された。誰に。あなたや私の父たちによ。君はすぐつまらない想像をする。想像力とは何だ。それは貧しい人々の妄想だ。金持ちになれないから妄想をたくましくする。革命を夢見る。目の前で受話器に喋ってる男が同時にその左手で何をしたか。想像力を抱き、それを現実と錯覚して行った行為。それを感じ取った瞬間、僕の目の前に彼の行為がはっきりと浮かび上がった。それこそ真の犯罪に他ならない。僕はたちまち嗅ぎつける。僕は犬となる。逮捕する。なぜ僕にそれができるか。僕は想像力のうちに生きない。苦悩しない。人間を無力だと信じない。ねえ、たった今私が、もう一人の私が買収してるのよ。苦悩する人間、彼らはすでに牢獄にいる。収容所にいる。あえて再逮捕する必要はない。君は今朝ちょっと寝覚めの悪い夢を見たに過ぎないんだ。僕の探してた売春組織はもう見つかったんだ。昨日。いいもの見せてあげるわ。私あなたを殺すことに決めましたの。昨日日本橋で買ったのよ。刃渡り五寸五分、50銭でしたわ。それから絶交はやめにしたわ。
って絶交したら殺せなくなるでしょ。私あなたを殺すことに決めましたの、生命が根源的に持っている自由、それを解放する、生きる女性の解放、それが男の、いや人間の自由と幸福を創造する。君の自由と自我を僕は認める。認めるから契約で保証する。それがあの三条件だ。凶暴して君たちは僕をからかった。なぜだ。なぜだ。凶暴はしてないわ。英子が私のことを考えてくれたんだわ。君たちの友情に敬意を表するよ。目がふと覚めたの。いつものように時計を見たわ。6時37分だった。私はじっとしていたわ。また眠った。次に時計を見た時は10時7分だった。のろのろ来て鏡を覗いたわ。自分の顔の皮膚がザラザラしていた。ささくれだって。着替えをするのに15分はかかった。今朝はジーパンにしようかスカートにしようか迷った。迷うことはないって考えたから履かなかったの。それから洗面所に行ったわ。歯を磨いた。たった今さっき磨いたばかりなのにと思いながら。でもそれは昨日の朝磨いたのよ。昨日の朝も同じことを考えていたわ。洗面所の窓は3センチぐらい開くの。そっから風が入ってきていた。春の生暖かい風だったわ。体をかがめて外を見たわ。前の道で妊婦がケーブルの巻いたのをトラックに積み上げようとしていたけど、どうしても上がらないの。何度も途中で落っこっちゃうの。やっと荷台に上がった時こっちに戻ったわ。お化粧はしなかった。クリームを塗っただけ。近頃はお化粧するとルージュを唇に当てたりするとゾクゾクって寒気がするんですもの。それから食事をした。牛乳一本あれ180グラムね。レタスとパンを半斤よ。それから
あの椅子にぼんやり座っていたの。1時間ぐらいかもしれない。それから植木に水をやってないって思い出したの。30分はたっぷり水をやったわ。水をやりすぎたかもしれない。またすることがなくなってその椅子にまた座っていたの。その時電話が鳴ったわ。11時12分だった。ここのオフィスからよ。電話代の請求だった。入って私は言っただけ。またすることがなくなってそこにまた座っていたの。どうしたら恐怖なしで生きることができるの。一年中下の道を通る車のうなる音ばかり聞こえて、私はすがりたいのよ。すがりたい。お父さんだわ。私が死ぬって電報打ったから来たのよ。お父さんにもお母さんにも会いたくないわ。だから一人で東京へ出てきたのよ。君には帰る田舎があるんだ。幸せではないか。さあ。嫌よ。会いたくないわ。もう誰にも会いたくない。外出していないっつってよ。無茶を言ってはいけない。涙を拭きたまえ。開けてやりたまえ。どこ行くの？帰っちゃうの？休暇を取りたい。とても長い休暇だ。ねえ、開けないで。お願い、絶対に開けないで。子育ての最中は女は何もできないというでしょう。お兄さんが寛大すぎるので野江さんいい気になってるのじゃないかしら。構わんでください。野江から仕事を取ったら彼女はダメになってしまいますよ。だって毎日出かけるなんてあんまりだわ。慣れています。慣れてるって、なぜおこごとおっしゃってあげないの？まあ、私がぐうたらで尺八しか能のない男ですから、愛想も尽かしてるんでしょ。
ここへいらっしゃい。ここにいらっしゃい。不思議ね。
さっきまで私本気で別居することを考えてたわ。大杉君を愛したからか。違います。あなたとも大杉さんとも離れて一人で考えるためです。千代さんは私と同い年で双子の兄弟のように育てられた人よ。どんな気持ちで寝たの。彼女は同情してくれたに過ぎない。嫉妬がどんなに凶暴で激しいものか今嫌というほど味わってる。それなのにあなたどうしてそんなに平気でいられるんです。これが4年間一緒に暮らした妻への返事なの。さあ答えてください。妻だと言い切れるものがこの頃のノエにあったというんですか。ノエを生かしてやる。俺のすべてをつぎ込んで才能という才能、女の可能性の極みまで引き出して素晴らしい女にしてやる。そうおっしゃったの誰。それが今さら世間並みの女でなかった。だからって。その通りです。世間並みの女、ノエは違った。しかし私たちの家はどうだろう。いいえ、ノエも私も軽蔑した世間並みの状態になっていくことに耐えきれなくなっていたのがこの頃です。お互いに自分を欺けない二人だ。その二人が二人を夫婦として結びつけているものに絶望しながら、日々それを嫌というほど自覚していながら、一緒になった戦いきさつへの未練、世間体や子供や今の情実に惹かされ、自重しながら私はノエの、ノエは私の肉に惰性的に溺れ毎日を過ごしていく。やめてください。私には今はっきり分かった。あなたを愛してるって。ダメです。もうダメなんです。ノエは今気持ちが高ぶっているだけなんです。そう、嫉妬かもしれない。ノエは夫を寝取られた。妻の自尊心を傷つけられた。それで怒っているだけなんです。いいえ、違うわ。あなたは私の信頼を裏切ってしまったのよ。私はこの冬からの私たちの気持ちのことを言ってるんです。気持ちが離れてしまったものはすでに夫婦ではないのです。だからそれは裏切りですらないのです。それを怒ったところで、妻という中身のない名分を傷つけられた浅ましい虚栄ではありませんか。なぜ、なぜあなたはそんなに平静に説明ができたりするの。私にはあなたがわからないわ。誠は寂しがるかもしれない。でもこれでノエさんは楽にこの家を出れる。楽な気持ちで私の元からどこへでも。いいえ、私はあなたとは別れないわ。大杉と別れてくれって話なら無駄よ。首ったけなんですもの。彼がスパイになり果ててもか。スパイ？どういう意味かしら。
同志の間にそういう噂が流れて、女狂いに飽き足らずに権力に身を売ったとな。女たちに貢ぐためにおかしいわね。涙が出るほどおかしいわね。おすぎ、笑い事ではない。私に真実を調べろとでも言うの？いいわ、何か分かったら教えてあげる。でもスパイであろうとなかろうと私には関係のないことなんだ。大杉はただの私の可愛い人よ。ノエさん、開けないでくださいまし。私は水凶な女でも物見高い女でもないんですからね。人妻でありながら人のお目かけになろうって方のお顔見たって証拠とないでしょうか。あなたも私でしたらそう思いになりますでしょ。他にご用はなければ帰ってくださいまし。大杉はいませんか。ではお伝えください。私大杉さんとはもうお会いしないと決めましたから。直接お会いして言うべきことね。でも私急いでるんです。すぐに決着をつけたいんです。ねえ、あなたは私といるときは私のものでしょ。そう考えるのは勝手だ。だが僕は誰にも束縛されているわけでもない。私はそう思ってるわ。それは安子さんだって野江さんだって同じよ。ねえ、そうでしょ。ご心配なくそのことでしたら、私は大杉さんにお別れを言いに来たんですから。別れる？別れられないっておっしゃってるのよ、辻さんと。そうでしょ。あんなにまでしてご一緒になられたお二人ですもん。いいえ、辻とも別れます。そして大杉さんとも一緒になりません。私は自活します。
たった今から私、大杉さんからも誰からも自由です。あなたは結局ご自分と辻さんのことしか考えてなかったのね。そうかもしれません。そうよ。そして辻さんの家庭の残酷な破壊者になりたくないだけなのよ。ずるいのよ。二人から自由になって自活するなんて、体裁って。そんなことができると思って？できっこないんだわ。できます。私はそう決心してきたのよ。本当にそうする気ならお別れの挨拶なんか来やしないわ。心にもないこと言ってるのよ。ねえ、あなた本当は大杉でなくてもよかったんじゃないの？辻さんとの生活があんまりつらいんで、そこから逃げ出すために相手は誰でもよかったんじゃないの？いいえ、同じことよ。あなたは新しい草履に履き替えたつもりかもしれないけど、物の一丁といかないうちに泥まみれよ。ほら、ご覧なさい。どこまでも下どけのぬかるみで、おかしいみたい。あなたも私も泥まみれ。辻さんを愛していたの？心から愛していたの？大杉を愛したの？愛するってどういうことか考えたことあって？相手を、相手の心を自分のものにすることなの。独占するの。私にとってはそういうことなのよ。私と大杉とはそうなの。つまり所有し合ってるっていうわけよ。あなたが大杉を愛した時から、あなたは嫌をなしに私たちの間に絡み込んできてしまったの。あなたはもう私たちから自由でなんかいられないの。決着がつく時まで。人間が人間を所有するなんて、そんなことできるわけないわ。できるのよ。私は月給150円の女流記者。この人は門なしの主義者なの。大杉も安子さんも私が面倒見てるの。つまり相互扶助っていうわけよ。でもこの人は本当はそうじゃないって知ってるの。私から10円もらった時はその分だけ私に扶養されてるって。この人は追い詰められて政府の犬にでもならなければもうお金が手に入らないのよ。お金がなければ自由にはなれないし、でもスパイになれば結局お金で自由を売らなければならないの。そしてお金を手に入れても結局私から自由にはなれないのよ。だって私から逃げ出そうとすれば私に殺されるんですもの。お金で心は変えないなんて言うけど嘘よ。革命家だってその魂だって変えるのよ。これは正岡の性分でね、あらぬことを口走るとその後とても機嫌が良くなるんですよ。気にしないでください。
でも私にはもう関係のないことですわ。お別れするんですもの、どうでもいいことですわ。じゃあもうこれっきりだね。はい、いつこさんの言うように私はずるい女だったのかもしれません。あなたのことスプリングボードにしてちょっと生活を変えようとしただけかも。結び目を一つほどこうとしただけなのに。結び目をほどこうとしたら全体がほどけてしまった。さよなら、もうこれっきりよ。そうか、やはり大杉君のところへ行くか。はい。安子さんがいても逸子さんがいても構わないのか。そうか、幸福になってくれ。俺は結局自分に惚れてきた人間だよ。ノエは信ずるところ行くのが一番いい。誠君も龍二も大人になったら分かってくれるでしょう。
夢を見たことある？悪い夢か。今見てるところさ。君にくれてやりたい。あの人めぐみとうまくいったかしら。うまく？何がうまくいくって言うんだい。何もかもよ。何もかも。僕らは過去に逆戻りできない。何を考えてるの？私も悪くはないでしょう。僕は小学校の5年生だった。みぞれが降っていた。そいつは銀行のガラスの中にいた。僕は外に立っていてそいつを見ていたんだ。そいつはおふくろの男だった。僕はそう信じていたんだ。よく街でそいつに会った。もうおしまいにしよう。もう君とは会わないぞ。このフィルムを撮った男の10年遅れのろくでなしか。このフィルムを撮った男、おふくろの男にそっくりなんだ。ねえ、あの人これ CM に使うつもりなのかしら。9月19日の朝9時ごろ、大杉が野江さんと二人連れで出かけるのを裏庭の垣根越しにちらと見た。ちょうどうちに遊びに来ていた真子も後ろ姿を見ると慌てて外へ飛び出したが、すぐ戻ってくると、うちのパパとママよと言った。それきり大杉は姿を見せなかった。その明くる日も、そのまた明くる日も真子は相変わらず遊びに来た。ある時、真子がいつものように遊びに来ていると、新聞社の人が来て真子の写真を撮った。その翌日である。大杉の非業の最後が公表されたのは、今日も真子は遊びに来るかもしれないが、来ても真子ちゃんのパパの話をしてはいけないよと、不憫な真子の小さな心を少しでも痛めまいと、うちの子供をいさめた。子供は何事か恐ろしいことがあったのだという顔をして黙ってうなずいていた。しばらくすると真子は果たしていつもの通り裏口から入ってきた。家人を見るとすぐ、パパもママも死んじゃったの。おじさんとおじいさんがパパとママのお迎えに行ったから今日は自動車で帰ってくるの、と言った。霊里な真子は何もかも承知していたが、物のわきまえも十分でない7歳の子である。父や母の悲惨な運命を知りつつも、いつもの通り無邪気に遊んでいた。同い年の私の子供は不憫があったと見えて、大事にしていた姉様や千代神を残らず真子にやってしまった。
ダロアン、思い出す人々、最後の大杉。君は図書館の薄暗い書庫から何を見つけ出そうとしたんだ。過去か、歴史をか、記録をか、誇りをか、それとも教養をかい。僕だったらこう拒否するね。僕が昨日何をなぜしたかほじくり出すのはやめてくれ。何も分かりはしないんだから。さんではありませんか。ええ、ノエです。私あなたをずっと探していたんです。お会いできて嬉しいわ。博多にも行きました。今宿にも憧れていたんです。どんなご用ですの。ちょっとお話したかっただけです。明日のことが分かりますか。ええ。明日自分が何をするのか。ええ。今になればとてもはっきり分かるわ。あなたは大杉さんと一緒にならなければ。言い方を変えます。正岡さんがあの三つどもえの恋で勝っていたら、あなたは7年後の1923年、突然訪れたあの震災での非業の死に会わないで済んだのにと考えたことはありませんか。生き方を変えることはできないわ。それが生き方よ。私の生き方ですもの。では最後に、1923年と1969年、この46年間をどうお考えですか。
殴りに来たんだ俺は。同志としてか友人としてか。両方だ。最後の忠告だ。聞け。君には関係がない。聞こえるだろう、あの声が。猫が鳴いている。安子さんの鳴く声だ。いつこくんが鳴いてる声も聞こえるだろう。聞こえる。彼女は退社した。彼女の金で君が野江君と御宿組んだりでイチャついてる間中、彼女は両国の駅で君の帰りを待っていた。彼女は完全に神経を痛めている。自分のやってることがはっきり分かってるのか。それだけか、言いたいのは。恥ずかしいと思うのか。やむを得ない。何だと。俺は三人を公平平等に愛している。三人とも承知だ。公平か。公平が聞いて呆れる。君は野江君に傾きすぎているではないか。現にこうして菊富士ホテルで同棲している。なあ、どうするつもりだ。このまま二人の女を見殺しにするのか。やむを得ないと言っただろう。三人の女はそれぞれ経済的に別居する約束だった。だが今野江は仕事がない。暮らしが立たん。少し待つより仕方があるまい。その間に他の二人は参ってしまうぞ。今の僕に野江を捨てろというのか。それは無駄な忠告だ。野江さんは革命家としての僕を蘇らせてくれた。集会は全て禁止。雑誌を出せば白金に次ぐ白金で俺たちは腐っていた時に。俺と言ってもらいたい。俺たちさ、支配者階級の迫害を当然のこととして、俺たちがこの春谷中村事件を傍観していた時に、彼女は僕に初心を思い起こさせてくれた。恨むべきを恨み、憤るべきを憤り、虐げられし者の中に容赦なく進むことを教えてくれた。堺はそれを幼稚なセンチメンタリズムだと嘲笑ったが、幼稚なセンチメンタリズムこそ一番必要なものではなかったか。容赦なく進んだ結果、このみっともないスキャンダルだというのか。その言葉が君の言う情婦の一人の口から出たんでなければ、君はここにいる同志を一人失わんでも済んだだろう。同志、革命をなさんがための同志。僕らにとって革命とは何だった。絶対の自由の野に到達するための手段だ。人間による人間の搾取の廃絶、これは第一義の手段だ。だが搾取を認め擁護しているのは私有財産制だ。私有財産制とは何だ。一対一の男女の結合を道徳の名のもとに絶対のものとし、財産を世襲のものとする制度だ。いや、それを根底から支えている僕らの意志だ。問題はそこにある。革命とはそれら全てのものを完膚なきまでに破壊することだ。夫婦、夫婦が作り出す家、家を作り出す国家、それを神聖を犯すべからざる絶対のものとして容認している限り、僕らは革命から遠ざからざるを得ない。血迷うのもほどほどにしたまえ。一夫多妻こそ紳士階級の大敗せる道徳ではないか。それでは婦人解放を説く三人は浮かばれない。自由を手にせんがために革命を志す。だが男と女の間でこいつフリーラブをやると、裏切ったのバイタのと、たちまち同志たち慌て出す。去っていく。なるほど。頭に上った血がしばししにくいのはわかる。だがこれは一体どういうことだ。骨の髄からの儒教主義者に舞い戻る。まったく妙な具合だ。ここのあたりが手つかずで、本当の革命が、自由が手に入れられるものかなと考える。これまでだな。達者でな。ロシアだ。ロシアの情勢は熟している。来年の3月までは持つまいという話だ。大層。安子を頼む。
やっぱりあなた、私の果実をもぎ取って地面に落としてしまったわね。でもいいのよ、生徒はあなたにあげたものですね。後悔してらっしゃるの、私にくださったこと。あなた、風が冷たくはないかしら。後悔なんてこれっぽっちも。私が思い切って徘徊しようと思った時、あんなにあなたが続けたがっていたんですもの。かっこよく徘徊するなんて、私たちの雑誌にふさわしくないのかもしれないわね。だんだんページも少なくなって、紙も悪くなって、のたれ死にするように休刊する。ちょうどいいのかもしれないわね。ちょっとどいてくださらな。せっかくの日が陰ってしまいますわ。
政党は復刊するって、なぜ私言えなかったのかしら。気にすることはないさ。ノエは一人で随分頑張ってきたんだろう。その苦労は親がかりで雑誌を出してきた金持ちのお嬢さんにはわからないさ。あの時私怒鳴ろうとしたのよ。新構想でやり直しますって。でも言葉は出なかった。何かが口を押さえてるみたいに。何か？それはあなたじゃありません。雑誌を休んでしまった愛鳥さんへの引け目かしら。私たちお互いが遠くに離れすぎてしまったせいかしら。そんなことにこだわらないのがノエじゃなかったのかね。落ち着いたら復刊するわ。でなかったら辻の家を出てあなたのところに走った意味がないもん。走った。なるほど。君は走り方が速い。野川綾子さんに言われたわ。あなた走り方が速いんで、時々自分で自分に追いつけなくなるんじゃないのって。今がそういう時期なのかもしれない。ノエさんだとは思わなかったの。女中さんに二人だって聞いて、安子さんかと思ったわ。私帰ります。
ごめんなさい。私来ない方がよかったのね。今さらそう言うならさっき帰ればよかったんだ。でも会いたかったのよ。ねえ、分かってくださるでしょう。昨日も一昨日もあなたからの連絡待ちくたびれたってし、連絡ないもんだから心配したのよ。あなたが病気にでもなったんじゃないかと思って。病気？そう、僕は風邪気味で熱っぽいんだ。黙って寝かせてくれよ。だったらちゃんと休みなさいよ。野江さんよ、きっと。そうよ、そうに決まってるわ。ホテルの鍵が見当たらないの。いくら探してもないの。横浜まで行ったんだけど引っ返してきたのよ。しようのない人だね。迎えに行ってあげるから待ってなさい。風邪をひいてらっしゃるんなら夜風に当たるのはいけないわ。コートを持ってきてくれ。
帰ります私。ノエさん帰ったなんて言って近くの宿に隠れてるんじゃないの？私の帰るの待って。少し黙っててくれないか。気になるのね、ノエさんのこと。いい加減にしろ。ノエさん、また電話かかってくると思って怯えてるのか。かかってくるもんか。ノエはそんな女じゃない。わかるもんですか、散々騙しておいて。私たちきちんと話し合った方がいいと思うわ。私もうこれ以上我慢できない、こんな状態。本当にそう思ってるのか。僕もそう思う。君だってみっともないことだと思うだろう。いやだ、飽き飽きした。いい加減で打ち切りにしよう。じゃああなたは。うん、僕らはもうおしまいらしい。それだけ私に言うこと。他に何がある？自由恋愛の理論を唱えたのはあなたよ。私はそれを信じてその通りにしてきたわ。それじゃあんまりよ、あんまりかわ。自由恋愛の理論を破綻した、それを認めろというのか。あっさり認めよう。破綻すべきものは破綻すべくして破綻した。これでいいか。私の身勝手が理論を破綻させた、そうおっしゃりたいのね。そうでしょう。私たち本当にもうダメなの。自由恋愛か。そんなものは目と鼻の先にある。目と鼻の先に。いつか男と女の間に夫婦といえども金なしで寝られる日が来るときに。私、ダメなものはダメさ。今何を考えてるか分かる？分からんね。お金のある時のあなたとお金のない時のあなたのこと。はっきり言ってくれ。ノエさん、いい着物着てらしたね。お金が入るとあなたって人が変わるのね。くだらん言いがかりはやめろ。僕は変わらん。
そっちの見方が変わっただけだろ。ご立派なことをおっしゃるけど、やってることは何よ。私たちの現実はどうなの。ノエさんは何、彼女は成長したの。働きもしないであなたや安子さんのお財布の上にあぐらかいて、いいえ、私の犠牲の上に散々あぐらかいて、少しお金が入れば自分ばっかりチャラチャラいい着物着て、これが自由恋愛の現実だったのね。そこらにいくらでもあるただのスキャンダルだわ。そうよ、ただのスキャンダルよ。第一、そのお金だって。そうか、そういうことか。君は僕に貸金がある。だからそんないい気な口で叩けるんだ。坂井氏、これはスパイした金じゃないぞ。内務大臣の後藤新平を脅かして巻き上げた金だ。連中は僕らの運動を邪魔をするから当然出して叱るべきだろう。坂井氏、さあ金だ、さあ口づけしろ。こいつを持ってさっさと帰れ。もうこれで僕と君とは他人だぞ、他人だ。何するんだ。私欲しいのよ、抱いてください。もう君は知らん、他人だと言っただろう。私謝るわ、許してください。悪かった、だから。自分が惨めだとは思いませんか。さっきの話もつかないうちに。私寒いのよ、寝られない。話もつかないうちにうやむやにしようとする、僕は大嫌いだ。そのざまは何ですか。今生理なのだから抱いてくださるだけでいいの。ダメだ、
野江さんならよくて私じゃダメなのね。私野江さんの手紙読んで知ってるわ。野江さん、野江、君は刃物まで買い込んで自分だけが被害者のようにわめき散らしてる。実は君は安子から僕をねとった加害者なんだ。その加害者である君が今さら野江に僕をねとられて被害者の位置に落ちたからといって何も騒ぐことはない。野江は君たち二人の加害者であることを十分心得て気を使っている。いやよ、私被害者になんかなりゃしないわ。
フィルム入ってるわよ。過去に興味はない。過去をフィルムに留めることに興味はない。どうしたの？それからすることが僕には何もないんだ。50年後の男の子もそう言うかしら。言うさ。それからそいつどうしたの？誰？君のお母さんの男。ああ、ニコッと笑った。銀行のガラス越しにね。それからおいでおいでをして僕はついていった。そいつの家にね。どんな家だったの？わかるもんか。僕は目隠しをされてたんだ。そいつはホモ。違うな、つまり僕にいたずらをしたってわけさ。それだけさ。
は死を選んだんだ。誰が？つまり死は最高の快楽と考えたのさ。死は価値を逆転させるんだ。何が逆転するって？価値さ。やはり俺を刺すのか？はい、殺すしかありません。そうか。ならいっそ馴染みがいに人思いにやってもらいたいな。なぜ逃げないんです？刺したいというのだから仕方がないだろ。あなたは自分から逃げたいのね。そうでしょう。破綻したのは理論じゃなくて革命そのもの。つまりあなた自身と知っているのよ。その不安から逃げ出すために罠を仕掛けたんだわ。罠か。罠だと？わざとも連れさせた三本の綱。それが私たち三人の女。もがけばもがくだけどうにもならなくなっていく。いつか最後の時が来る。綱はあなたを締め上げる。万事を終わる。あなたの目論見通りに。不安に終止符が打たれる。好きに考えるさ。だが革命とは自己否定に過ぎん。僕にとっては僕を抹殺すること、それは歯を飲み込んだまま愛と恐怖をささやきながら近づいてくる君のように。波の人間には怖いが、これに勝る恍惚はない。あなたを助けるために刺すのは嫌です。前にもこれと同じことがあった。幼年学校の3年の時、俺は。あなたは手のつけられない乱暴者で、いつもナイフを持っていた不良少年。喧嘩で切り合いをして退学になった。それで陸軍大将になる夢は絶たれたんだ。
そうでしょう。違う。あの時やつはナイフを構えた。僕はナイフを出そうかと思ってポケットに手を入れた。まあ思い直して素手のまま向かっていった。やつは僕にぶつかった。僕は倒れた。あなたはそうなると知ってたのよ。全身が急に冷たくなった。私に火がつけられる？受けられないのに。できないのね。できないの。何もできないの。
やっぱり隠れていたのね。でも大杉は私のものよ。あなたには渡さないわ。そんなことはできないわ。これで私のものになるのよ。そうすれば大杉だけじゃないわ。何もかもなくしてしまうだけよ。その方がいいのよ、私には。なくしてしまった方が。こんな生き方しかできない大杉はいつか世の中に寄ってたかって殺されてしまうんだわ。それならば今私のものにした方が。今私のものに。分かったら刃物を捨てたまえ。そんなもので手に入れられるのは死体ぐらいのものだ。それでもいいと思ったの。それでも死によってしか手に入れることのできないものだってある。そう信じたのに。あなたはなぜ刺してしまわなかったの。何があなたのその手を押しとどめたの。いいえ、私は刺したの。弾頭は心臓に刺さったの。見えるでしょう。ほら、血が流れているわ。砂が流れ出るように。目ももうまばたきもしない。口もすっかり血の気がうせて。大杉は死んでしまったの。私の大杉は私の愛が刺したとき死んだ。そのとき私の大杉は死んでしまった。
優しい死に顔、ザラザラした尖った方も今は真っ白い砂漠のように果てしなく広がっている。そこへ踏み入って行こうとする者は容赦なく飲み込まれてしまう。私ばかりを見つめた目も今はもう何も見はしないの。でも私は大杉の死に顔を見ることはできなかった女、そうでしょ。安子さんに勝ち、いつこさんに勝った女、この人を追え、この人についていった女、だから私はいつかきっとこの人と一緒に殺されてしまうんだわ。だから今この人の優しい死に顔を見ておくんだわ。殺されると知っていてついてくるのか。はい、そう聞いてしまえば余計そうしたくなるのが私、ご存知でしょうに。ねえ、今大杉は何て言ったの。死んだ男は何を言ったの。いつこさん、さよならって。さよなら。殺される。でもその前に私はその相手を殺してるでしょうね、きっと。私はそうしてしまう女だわ。ノエを殺させるのは私だ。それを知っているのか。知っています。怖いのね。あなたもやっぱり殺されると知って怖くなったのね。ただの女だったのね。違うわ。もう私たち三人のゲームはおしまい。終わったのよ。大杉は生きてるわ。あなたが刺せなかった時、いつこさんが刺すことができなかったその時、私がどうしたらいいか私は知ってしまったのよ。私は未来を見てしまったんだわ。大杉は死んでいるのよ。死んだものを刺すことはできないわ。いいえ、あなたがこの担当にかけかけることで突き抜けようとし、それがあなたにはできなかったこと。
それが私にはできた。あるべき結末だ。刺したのは私だわ。三人の恋の争いに勝ったノエ、それは同時に君がヤスコの位置を占めることだった。それを君は一番嫌っていた。同士の恨みか。女は男を刺せはしなくてよ。ノエが刺したのは男ではなかった。そういうのだな。はい。私が刺したのは男ではないわ。ただの大杉ではないわ。死んじゃいや。目を開けて。どうして死んじゃうの。私たちに伝えてくれ。1916年11月7日、大杉栄は伊藤の絵に刺されて死んだと。無政府主義者は大杉にふさわしい死を死んだと。青い空が見える。黒いたくさんの煙突も。黄金色に輝き、風に波打つ麦の方。見える。今は全てのものが、見てはならぬものさえ見える。恋、僕の三つの恋、革命も。革命はそれ自らのうちに自己否定をはらんでいる。真実は、ノエは僕を刺した。僕を通り抜けていく。ノエさんに刺せたのは、ノエさんが妊娠したからよ。大杉の子供がノエさんの中で生き始めたからよ。私がそれを知らなかったと思って。バカな女ども。
私のものだった大杉。他に仕方がなかった。あなたは分かってくださるでしょう。あなたからも自由になれる、それを言いに戻ってきたのに。こうするよりあなたを越える道はあの瞬間なかった。死んじゃいや、死んじゃ。私を突き抜けた時、私は傷つき自由を知った。でもいつか私はあなたに捕らえられてしまっている自分を知ったの。だから今度は私があなたを突き抜けなければならなかった。もっと自由になろうとして、もっと死んでしまったわ。本当に死んでしまったわ。大杉。ねえ、何か言って。何か。死んだ私に何を喋らせる気だ。早く医者を呼べ。その時は大杉は結局一命を取り留めた。ねえ、ならなぜ正岡いつ子は自首なんかしたの。自分で刺しもしなかったのに。自首したって。事件の直後、いつ子はスコットランドヤードに自首し、自ら牢に入る道を選んだのよ。それは君の想像かい。なら理由は簡単さ。想像力による犯罪は野江さんが行った。その野江さんに勝つためにいつ子は現実社会の罪を引き受け牢に入った。それだけさ。勝つ、勝つことってそんなに大事？わかるもんか。他に何がある？事件だって存在しなかったかもしれないんだ。you
ノエさん、あなたたちを虐殺したものが本当は何であったのか分かりますか？ライト、アクション。この写真こそ後世に伝えられる偉大なモニュメントとなるだろう。皆さん、カメラのレンズを見てください。ありがとうございました。こいつに挟まれて耳を落とした奴がいるんだ。耳を？そしたら自分の泣く声が聞こえるかしら。